史実のゴールドシップ、戦績が衝撃的すぎると話題に、に対するみんなの反応。もしかしてゴールドシップってすっげえ馬なんじゃないの？そうだよ、人気上位必ず何かは来る感じ。波の馬にはこんなすごい戦績出せないのよ。1着5着15着の流れで笑ってしまう。国内6馬で走って全てのコースで勝ってるって結構すごいことだと思うの。強いのは強いんだがムラがある、府中苦手なんか？共同通信杯は勝っているのだが府中2400はスタート1の聖火ダービーも含め全敗。ゴルシは府中苦手で阪神得意なんだが3区は逆。ゴルシは本来府中と相性がいい、長くいい足が使えるタイプだったんだけど出遅れ癖のせいで帳消しになってましてね。ゴルシは筋肉が柔らかすぎて瞬発力に欠けるってのは聞いたことあるな。これだけ圧倒的な成績を残してるのに同格のライバルが数人いるんだよな。確か3区も府中芝1600とか苦手だよね。府中がというかマイルがそもそも勝率悪い。ゴルシの2012有馬記念はスタートから最後まで見どころ満載だからぜひ見てくれよな。ルーラーシップで遅れジャンプで煽ったーからもう面白いからずるいよ。あの年が青島アナの有馬記念初実況なのがもう面白い。すげえどころか歴史的名馬のような。2015年の天皇賞春と宝塚記念の約2ヶ月の間に何があったんだ、ってくらい戦績の急激な落ち込み。そして溶ける120億。G1 の3連覇が見たい、ゴルシならそれでもゴルシならと思ってたらあれよ。出遅れ分のタイムをあの時のゴルシのタイムから引いたら1着タイムだってんだから、2連覇までと同じスタートなら勝ち負けしてたと思う。でも立ち上がるから、やっぱりゴルシ。1着、5着、1着、5着で次1ギアな。15着でした、の流れ何回見ても美しい。これ流れからして次は1着でしょって言って馬券を買いに来たロマン派をきっちり仕留めに行く芸人の鏡。いちご大福と呼ばれることを名は体を表すと言わんばかりの成績。おふざけが過ぎるけどレジェンド級やで。府中が苦手というよりも、コーナリングでの優位性を発揮できないって感じだな。無尽蔵スタミナとロングスパート追い込みが持ち味なのに直線長い府中より中山の方が強いという非常識。なんすかこの化け物？アーゴルシか。1.2 倍で3回も馬券外に飛んでってる白い悪魔大好き。勝利より、一度の敗北を語りたくなる馬2015宝塚記念。西暦2015年にこんなことがあるなんてジェッターマルスもエヴァンゲリオンも教えてくれなかった。いやしかし、一体何なんだろうなこいつは、親の顔が見たいもんだ。母方のじいさんの顔も見たいもんだ。こうして見ると勝ってるレースは右回りばかりだな、左回りが苦手な馬だったの？日本は主要4馬のうち左回りが府中しかない、本質的に左回りが苦手なのか府中が苦手なのかどっちだったのかはよくわからない。G1 をこれほど勝ってる馬で、左回りの G1 を一勝もしていないのはゴルシだけと言われる程度。ステイゴールド3区は府中が苦手な馬が多くてゴルシの他にもドリジャやウィンブライトは府中だとわかりやすく成績が落ちてる。足毛、大震災であちこち疎開、中小牧場出身、破天荒な勝ち方、ネタの方が強いけど主人公要素高いよね。ゲートがめんどくせえんだよな、ゲートを蹴り開けるシステムにしてくれればな。そもそもさ、クラウチングスタートでよくね。ゴルシ相手だと買っても買わなくてもバカにされるからな。よく飛ぶ割にはやたら人気で倍率低くて馬券的な旨味が薄い、かといって切り捨てられるような弱い馬じゃない、ほんとギャンブラー泣かせ。最後あたりのちゃんと衰えて引退していく感じ好き。ラストランの有馬は外からめくり上げてらしさを見せつつも全盛期の力はもうなくて力尽きてしまうのがなんというか美しかったよ。これがゴルシの走りだとファンのみんなが納得してくれるような乗り方をしてくれたのも良かった。平気で大敗するのにいつも一人気なるの不思議だよね。平気で大勝もするからな。成績はすごいんだけど120億事件が全てを帳消しにしてる感が強くてな。やっぱ競争成績見たらゴールドシップの視線は内パクだよな、異論は認める。オルフェがいなければ競争成績のみで殿堂入りの目もあったと思うけど、それはもう仕方ないので守護馬成績で票を上積みしていってほしい。
長生きしてバースデードネーションを集めるというルートもあるぞ。割とマジで4歳春の阪神大賞典を勝った時点では史上最強馬論争に入りそうになってたぞ。ゴルシの得意と3区の得意とが真逆なのが面白いわ。ゴルシ本人も3区成績見て嘘だろお前ら阪神なんてボーナスステージじゃんとか思ってそう。勝ったレース見るとどれもクソ強いんだけどな。最強というか最健康って感じする。もちろん文句なしに強いんだけど最強になるには癖が強い。足毛は基本ダービー勝てない説を補強してなきゃ三冠馬なんだが、やらかしのイメージが強すぎる。足毛最強の戦績というにはちょっと安定感がね。安定感で言うならオグリの方があると思う。マックとかの方が最強感あるよね。ゴルシは文句なしの名馬と言われたらちょっと待てと言いたくなる。勝ったレースだけ見ると最強馬、それ以外だとまあ大半は名馬。もっと先行できてたら頑丈なマックイーンになってそう。比較対象がタマモクロス、オグリキャップ、メジロマックイーン、ビワハヤヒデあたりでなんか安定感あるメンツに囲まれてる。13宝塚むっちゃ好き、このパフォーマンスを毎回出せたら最強やろな。めちゃくちゃ強いんだけどネタキャラ感が強すぎるのかな、改めて戦績見るとビビる。しっかり強いからこそ、強い走りの割に真面目に走らなかった方が話題になるところが珍しい。この不沈感にして沈没戦な矛盾こそゴルシよ。強くて面白い足毛馬足毛の獲得賞金1位は唯一無二だろうし。4年間毎年 G1 勝ってんのよく考えるとやべえな。あの世代は複数年 G1 取るのがデフォってんのほんま。おそらく日本で最も G1 連覇が多い世代。4歳の前半年と5半年を境に村が強すぎる馬になっちゃったからな。でもいろいろ崩れながらも G1 勝ってるのはようやっとる。周りがリタイアしていく中で致命的な怪我をこれっぽっちもしないで気まぐれに走り続けたのはすごい。父と母父の気性難が程よくミックスされた結果弾ける気性本当に好き。でも地球に宝塚記念星人が攻めてきて宝塚記念で勝たないと植民地にされるって言ったらやっぱりこいつを選ぶよな。クロノジェネシス。当たり前やろ、ゴルシに命運託すとか頭いかれてるで。でもギャンブラーならゴルシに命運託すべきな気もしてきた。足毛で強い馬自体がそんなに浮かんでこないのもある。基本的にオグリかゴルシの二択でオグリが強い担当、ゴルシがお笑い担当みたいな認識になる。強さ担当はマックイーンな気がしないでもないが、マックは足毛っていうよりステイヤーって認識の方が強い。クラシック2冠、3歳有馬制覇、2012年年度代表馬はもらった長母。なお同期に牝馬3冠と3歳 JC 制覇を成し遂げた奴がいた模様。なんかいろいろと運がないなって思うところもあるよね。ゴルシ VS ジェンティルとかいう直接勝負は大体片方が撃沈してるやつ好き。言うて戦績と勝ったレース見ると普通に足毛の怪物どもに並んで遜色ない最強感はある。賞金も G1 勝利数もなんだかんだでオグリとマックイーンを超えて足毛最多なんだよな。勝ったレース見てるとマジで超強く見えるんだよ。いや実際超強いんだが、菊花賞とか有馬記念は何やねんこれってなる。クラシック2冠、初の宝塚2連覇、有馬も天皇賞も勝ってる、なんでネタ要素強いんだろうな。日本近代競馬の結晶と言えるくらい日本古来の品系と時代の最先端を行くサンデー系が合わさっていい決闘してるのにね。これだけの成績を残しながらなおなんか信用できない馬と思われるのは逆にすごいと思う。競馬史に残るような立派な成績を残して、同時に期待の癖馬としてネタも残す。ゴルシほど名馬だの名馬のカテゴリに収まらんやつもいない。ただの属性ゴルシではとした方がしっくりくる。まさに期待の超個性派。有馬といい春天といいこいつの G1 勝ちレースがネタ感あるのなんでや。勝つときは本当に強いレースするし勝ち方もかっこいいからずるい。そりゃゴルシにかけるのバカと言われてもかけちゃうよ。ゴルシにかけないバカでもあるし。ゴルシの強さなんてポケモンの雷みたいなものでしょ。強いのは分かってても信頼できない。勝ち方だけは足毛最強格だと思う。なお、ゴルシは圧倒的に勝つときとやる気なく負けるときの差が激しい。
もし本気で走ったらって周りの人が空想してしまうのが最強になりきれないところかもしれない。夢がある馬だよね。夢と悪夢をくれたよ、比喩でも何でもなく。馬剣士泣かせの馬ではあるけど、競馬エンジョイ勢と掛け事好きなギャンブラーに人気がある不思議な馬。ゴールドシップの戦績見てて思ったんだけど東京苦手だった？こいつの勝ちパターンは切れ味がない分林掛けして無尽蔵のスタミナで押しつぶすって戦法だったのでまあ府中は苦手だったね。個人的に府中苦手な馬が出せる最大成績ってイメージがある、サツキ、菊花賞、春天、宝塚、有馬勝ってるし。サツキの府中開催がゴルシの年だったらその後の成績も結構変わってたかもな。ゴルシの場合は東京苦手っていうかなんていうか先行できれば普通に東京でも勝てるんじゃねえかな。スタミナですりつぶす戦法ってのが東京だと後ろからじゃ無理なんよ。ダービーで大敗したから府中ではやる気なくなった説好き。ダービー勝ってたら G1 8勝とかしてそう。京都春天勝つのに時間かかってたしやっぱりトップスピードは不足してたのかなと。東京は長い直線での切れ味勝負になりがち、ゴルシ3区も基本東京は苦手。阪神ではほとんど上がり最速出せるゴルシが東京では足出せずに惨敗なのが一番適正はっきりしてるな。鞍上がグイグイ押してるのに下げていきますって言われるぐらいだからな。走るのが嫌いというよりあまりにも繊細すぎるんやないか？気に入らんことがあったり、嫌いな馬がいたら集中力なくなるタイプだと思う。東京って近場どうでおかしくなる馬も出るし難儀だよな。アンカツ、ノリ、内パクで御しきれないのはどんだけガが強いんだお前はと言いたくなる。令和になってゴルシで議論することになるとはな。実はダービー上がり最速なんだよな。名馬と名馬を足して2で割らない馬、それがゴルシです。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。